近いです。じゃあもう行ってくる。え、どうした？あ、どうしたどうしたどうした社長。はい、こんにちは、イメ社長です。お、あ、フックプクのプレですこんにちは。無茶ぶりだったね、今ね。いや、大丈夫です。はい、今日はですね、珍しく企画の動画、やっていきたいなと思います。会社で父さんのですね、使ってる車なんですけども、スタッフが今日ですね、ちょっと別の車、台車で乗ってってるもんですから、今日はこれをですね、その子が戻ってくるまでピンク色にするっていう、こう企画をですね、やってみたいなと思ってます。ピンク色で合ってる？ピンク色ですね。さすが、なかなかどぎついピンクを選んできました、ね、え、スプレーで塗るか、はい、塗装で塗るか、いろいろ迷ったんですけども、いつも駐車用の線とか引いてくれてる、フックペックの福田社長なもんですから、まあ今日はね、せっかくだから一緒にペンキでね、二人でささっと塗って、ささっとやって、ちょっとドッキリを仕掛けてみたいなと思いますんで、ね、やっていきましょう。流してやりましょう。流して、いやいやいや、きれいに仕上げていきましょう喜びの涙。そうですそうです。それではスタートします。どうぞ。駐車場を借りているところだから、はい、駐車場を汚さない。そうです。これを、あ、下に下に引いて、下に引く。はい。汚しても一応いい。あ、なるほどね。あとはもう早速塗っていきましょう。タイムリミット2時間ぐらい。はい、2時間。2時間。車ペンキで塗ることがあったら、はい、ないよね。ない。そんな万能じゃない。いやいやいや、何でも塗れるって聞いたから。何でも、まあそうよ、うん、何でも塗れるって聞いたから、いけるいける。そうで、僕今日こうなるだろうなと思ったから、はい、作業服持ってきたんで、ちょっと着替えてきますよ、僕は。ちゃんとしてるな。そう、この前コメント欄で、はい、ちゃんとしろって言ってヘルメットかぶれみたいな。今日ヘルメットはいらないかな。そうですね、今回はね、作業服ぐらい。そうですね、はい、はい、じゃはい、行きましょうか。はい、お願いします。準備は、準備もクソもなく、全部お任せでやってるんで僕は今日何も準備してない。作業用これだけ。あ、そういうこと。これも一方、いつも積みっぱなしだから。そう、電話で軽くね、話をしてる時、うん、僕としてはね、まあしっかり塗ったらスプレーを使って、うん、はいはいはい、ちゃんとした場所用意して、うん、養生ちゃんとして、うん、下地処理して、うん、で、やっと下地に入れて、上塗りして、うん、って感じでやってるんですよ。なるほど。やめてたんです。本来ならね。はい、今回のタイムリミット。あ、2時間。2時間。絶対無理だよね。2時間。うん、今日はもうカメラマンさんに教えてやってます。ただ時間限られてますんで、はい、ただと、はい、やっていきましょう。はい、じゃあ良い子は真似しないでください。テロップだけは。アンチコメントめちゃめちゃつくのよ、こういう企画やると。いや、しょうがない。あれに反数、うん、そうだね。ダメな例を出す。あ、そうだね。ダメな例めっちゃ真似しちゃう。良い子は真似しないから。そうだね、はいはい。プロだからできるみたいな。あ、でもプロじゃないっていうコメントも。あ、じゃあ、いいですね。プロ失格ですね。まあ、いや、プロじゃないのよ、そもそも。まあ、そうですね、うん、そもそもが不動産業はプロじゃないのよ、はい、今回一応、違う意味ではプロの人だよね。そうね、はい、そのためにプロ。そうですね、そのうち僕の方にコメントいや、多分来るよ、プロじゃないまた、また取りしてお前なんだあれはプロ失格だ鬼弁してますからね、どうしてくれるんですか。はい、じゃあ、もうね、まあ、やっていきましょう、はい、やっていきましょう。え、道具は道具は車に今から持ってくるんで。ああ、そうか、はい、これがピンクで、あ、これピンク？ピンクです。あ、この色ってこと？いや、これじゃないです。これ結構高かったんでしょ？高かったんですよ。これ普通だと大体5000円ぐらい。このままで買えるんですけど、これ倍しました。なんで？ぼったくられてる。ピンク色？で、ちょっと待って、倍いくらだっけ？5000円なんですけど、1万2000円ぐらい。こんだけで？そんなすんの？僕も材料屋さんに聞きながら、冗談なんですよ。それはちょっとちゃうよって思ったんですけど、はい、まあ理由を聞くとね、結局そのピンク色の顔料、赤色の顔料をふんだんに使ってるんで。なるほど。そうすると自然と高く。じゃあピンク色チョイスした僕が悪いな。アルミ止めなかった僕も悪いですけど。え、今日これと、はい、一応基本メインそれと、うん、いきなりそれ塗っちゃうと、うん、正直あれないと紫だったもんね。まあ、ね、下地が濃いと透けちゃうの、うん、はいはい、なんでちょっと別これブルー。いや、これはこれはシンナ。あ、シンナ。一応持ってきたのはこの、うん、下塗り速乾なんで、あ、プライマーだ、はい、はいはい、下地の白というか、そう、クリーム色っぽいやつ、ね、そうです。一回白で入れれば多分いい。一応これ前3回のトラック、はいはいはい、塗った時にちょっと使ったんで。おー、なるほどね。あ、それか、とりあえず塗ったことはプロじゃん。違う違う、あれはね、だいぶ特例だったから。あ、特例、はい。え、いいじゃん、いろんなみんなの車さ、いっぱい塗ってこう。そうそう、で、その度にクレームが来るかどうかはもう細川さんのコメント欄が荒れるっていう、ね、僕の車でも黄緑とかにしてくれてもいい。マジですか、うん、細川さんが自分のチャンネルのコメント欄にやられたって、うん、やられた、そうそうそう、じゃあ僕はそれならやりましょう。あ、これダメだ、これ腰いかれる。OK、それで回ってきます。とりあえず、ちょっとどんどん回りましょう。なんか見た目より重いんだね。そうなんですよ。何で塗る？
へえ、ここで変わるんだ。そうですね。知らなかった。でこういう本体を取り付ければ、まあ、使い捨てで使える。まあ、本当はね、ちょっと NG なんですけど。もっと広いのいらない。あるんですけど。ガシャガシャになる。ガシャガシャになる。これでもギリだと思うんで、僕としては。まあ、せっかく塗るからね、綺麗に仕上げる。そうなんですよ、そうなんですよ。うんうん、じゃあ、どう、本当どうとか。じゃあ、それでやっていきましょうか。はい、これはこれがハケが入ってる。ハケバケ。全然なんか、そこの業界でしか使わないものってあるよ。音が取れてなかったんで、やり直します。なかなか軽快なトークね。いやね、あんだけ楽しく喋ったのに、はい、視聴者の方には聞いていただけない。そうです、僕の言い訳とかもめちゃめちゃいった全部聞こえてる。あ、すごっ、めっちゃピンクじゃん。めっちゃピンク。外の感とギャップがありすぎて、はい、そうすごっ、はい、あ、いいね。これぐらいの色をね、期待してた。マジ倍の値段かかる。そういうことだよね。そういうこと。赤がふんだんに入ってんだ。そういうことだ。結構匂いするのこれ。そうなんだ。種類が違う匂い。まああれはなんだ、どっちかというとエポキシ系って言って、これウレタン系なんで、うん、材料に違うんですよ。ほうほう。これを薄めるの。そうです、これは薄めないと粘度がこれちょっと高い。ほうほうほう。こんなピンク使ったことないですよ。ちょっと蛍光っぽいよですね。これ一応塗料用のシーン。違うんだね。そうなんです。さっきはこれ聞こえたと。そうです。この塗料はこれじゃ溶けない。あ、へえ。分離しちゃう。タジもね、乾いたね。ですね、速乾を選んできたんで。やっぱ速乾だとこんなに乾くんだね。一応ね、見た目というか濡れなくはないんですけど、本当の本当言うと、やっぱ光乾かした方が大丈夫。通常ならどれぐらい乾くの？1日とか。いや、そこまではやんないですけど、2時間それとか。やっぱり乾かしたいかなと。あ、僕、はい、ローラーはローラー。ローラーはここにあります、ね。いや、福田君はこの白い下地を。本番の方を乾かす。めっちゃピンクになってる。めっちゃ楽しい。無言になってるもんな。めっちゃ楽しいです、これ。すごい。でも、なんか映り込みがあるぐらい艶があるな。それらしい感じになってきてますね。これでこれ扉固まっちゃわないですかね。この養生なしっていうのがいいよね。自分の車でこれやれって言われたら、ちょっと手伝いですけど。そう。でもすごいすごい。なんか本当に艶があるもん。コーキング艶ありますよね。うん、なんか艶が。楽しい。めちゃめちゃ楽しい。やばいこれ。めっちゃピンク。全然喋らんもん、塗る俺だけ。めっちゃ楽しい。黙り込んで。手作り感満載。やっぱでもローラーで塗ったところが均等に塗れとるからすごい綺麗な。多分細かいとこ先にやって大きい目後に塗るのが本当なんで。間違いない。不動産屋にしたらよくできとんじゃないですか。できとるできとる。もう本当にいいと思うよ。いやいや本当すごいよ。なってる。こういう色の車ありそうですよ、ね、クラウンだよね、あのピンクの。あ、そうだ、そう言われれば。あのピンクと一緒ぐらいピンク。目的を忘れ始めている大きいだからね。ちょっとの時は分かんなかったけど、全部ピンクってまあまあね。ボディ同色のエンブレムかっこよくないですか。かっこいい。外車っぽくて。外車っぽいですよ。あ、でもかわいいよ、ここから見たピンクは。これも驚くより喜ぶかわからない。なんか車を壊しとる感がないもん。あ、確かに。それはそうですよ。僕らは、ね、ちゃんとこれを喜んでもらうために。いつも企画中々やるんですけど、
うん、ちゃんと DIY の企画かもしれないですね。そのペン結構伸びるから塗りやすいよな。そうですよね。可愛いって言ってないかな。ちょっとメンテナンスしてくるんで。違和感なさすぎて驚かんかもしれんよな。違和感ないですよね、うん。メニュー浮かびますね。社員さんの喜ぶ顔が。普通にありがちな色って ありそうな感じ。はい、ということで、ね、完成しました。はい。2時間。2時間。一旦2時間じゃない。2時間ね。すごいよね。もう乾いてる。ありますか。うん、ほら。本当だ本当だ。すごいね。もう思ったよりだいぶ綺麗に撮れたもん。そうですね。綺麗に塗れたから。はい、もうちょっとね汚くなるかなと思って。ね、はい、窓とか行っちゃおうかなと思って。意外と大丈夫だった。そうです。これで早速ね、はい、普段乗ってるスタッフの子に。プレゼントしに行こうかな、はいはい、ドッキリを行ってみたいと思うんで、福田君はね、もう今日ここで塗ってもらったから、はい、ここまでになります。そうそうそう、僕も、うん、喜ぶ顔見てみたかったの、はい、あの大ちゃんちゃんと YouTube になってお届けできる、配信をちゃんと配信します、はい、ちょっと早速乗っていこうと思いますんで、はい、行ってみましょう。どうぞ。はい、ということでね、事務所の駐車場まで戻ってきました。このピンクの感じに仕上がったんでね、スタッフの子に今から鍵として渡したいなと思うんですけど、乗ってくる間すっごいたくさんの人に目先がこっち側を見られて、そんな目立つ車なのかなと思いながらね、走ってきましたけども、ちょっとせっかくね、あのここまで来たんで、あとスタッフの子をちょっと呼んで反応を楽しんでいきたいなと思います。よろしく、電話してきます。お疲れ様です。お疲れ様です。オスカーです。お疲れ様です。ごめんね本田君、遅くなっちゃって。はい、あの車メンテナンス終わったからさ。ありがとうございます。契約間に合いますか。あ、間に合う。あ、よかったよかった。今ね駐車場にちょうど止めたとこだから。あ、わかりました。うん、じゃあ出てきてもらっていいかな。はい、わかります。ごめんね、お願いします。はーい。ということで契約に間に合うらしいです。あ、本田君お疲れです。ここまで遅くなっちゃって、ここまで間に合って、間に合いそう、間に合いそう、はい、よかった。車出来上がったから調子いいね。しかないですね、これ。これで行くしかないですね、僕は。これしか車ないからね。ドッキリ大成功です。本当にこれなんですね。本当にこれで行く。いらっしゃい。いらっしゃい。いらっしゃい。はい、あのなんかちょっとこんな感じでね、あの面白い企画もちょっとやっていきたいなと思いますんで、なんかこういうのもいいんじゃないのっていう方はですね、コメント欄だったりとかにいただけるとありがたいなと思います。あの誹謗中傷なしでよろしくお願いします。はい、一平社長の YouTube チャンネルですね、こういった企画の動画だったりですね、どんどんやっていきたいなと思いますんで、よかったらですね、高評価ですとかチャンネル登録していただけるとありがたいです。それではまた次回の動画で、バイバイ。いやー、それにしても今回結構いい企画でしたね。車をピンクに塗るっていうちょっとなんか炎上しちゃうかなとか、ちょっとなんかいろいろ心配してますけど、はい、あの塗り方だったりとかね、あのいろいろちょっとこうなんじゃねえかみたいなのある方はですね、ぜひあのコメント欄だったりとかで教えてもらえると助かります。はい、それではバイバーイ。